信長亡き後、秀吉は織田家の権力を受け継ぎ天下を目指した。その秀吉に待ったをかけた男がいた。徳川殿、何とぞご助力を。亡き信長公に拾い上げていただいた大恩も忘れ、織田家をないがしろにする羽柴殿の振る舞い見過ごせん。この家康がお味方つかませる。天正十二年三月、徳川家康と織田信雄の連合軍は秀吉と激突。小牧長久手の戦いである。四月、利家は犬山城の秀吉の本陣を訪れた。金沢の守備を命じられたが気が気ではなく、秀吉も遊びに来るだけならよいと許した。前田様、切腹じゃと言われました。池田恒興に森長吉が討ち死にと聞いたが。こやつがバカなのだ。先に動いた方が負けだというのは戦の素人にも分かるもの。必ず勝つと言い張り、恒興と長吉を誘って野戦の名人である家康に戦を挑むというのだから、呆れた話だ。バカ、早う腹を切らんか。羽柴の家の者は武門でのうて百姓の出ゆえ腹も切れんと、このわしが陰で笑われるのは分かりきった話じゃ。早切れよ。長吉、解釈いたせ。断る。こんな臆病者を解釈したんじゃ刀の錆じゃ。何？よし、わしが切ってやる。秀次、痛いのは一瞬だ。さあ、秀吉の甥らしく立派に腹を目ざるよ。秀吉、見届けろ。見とうない。見届けねば、おふくろ様や姉の友殿に秀次の最後のありさまを語れんぞ。知らん。ついとるではないか。そうか、妙だな、手元が狂った。よし、もう一度切ろう。左手。分かった。何が分かったか。おいおい、出せ。おい、地獄の鬼じゃ。分かろう。畜生め、貴公が何の心配だ。この世のことは望みのままという気候が。家康じゃ。家康ばっかりはどうにもならん。さすがに親方様は家康だけは弟と呼び気を使ったはずじゃ。強えったらなんの。強いか。ああ、かなわん。家康と戦をやらせてくれ。敵を取って。あかん。気候は金沢へ戻れ。いずれ必ず蔵之助が攻めてくる。蔵之助はこたびも兵を送ってこなんだわ。あの男はわしが大嫌いなのだ。古い付き合いでいろいろと心にええ思い出もあるが、わしはあいつを捨てる。ちょっと待ってくれ、前田利家。まだか。もうすぐ殿は来られるのだ。
よせ。もう少しだ。待てと待つに。孫七郎。教えて。孫七郎生きておる。教えて。孫七郎はよう生きて戻った。よう生きて戻った孫七郎。スケザスケザじゃないか。えモノノフならば恥を知れ恥を。こらたわけ者は大体一軍の総大将ともあろう者が戦列を外れ隊を見捨てて逃げ回るとは何事であるか。池田も森もみんな主の犠牲となって死んでしまったではないか。助座よ。はい。主はこの者がわしの甥っ子であることを知って助けてくれたのか。いえ、こちらへたどり着くまで全く存じ上げませんでした。こやつは腹を切ろうとしているところを主にいさめられたと申しておるが、それはまことか。切らしてやればよかったんだ。いっそのこと孫七郎。はい。大体この頃主は秀吉の甥っ子であることを鼻にかけて他人に対してしばしば両替の振る舞いが多い。実にもってのほかだ。秀吉の甥っ子なら甥っ子らしく身の行いを慎んで。ああ、さすがは秀吉様の甥子様だと人から崇められるように心がけてくれよ。いいか、これからのうちわしはそっちに容赦はせん。わしはもともと人を切るのは嫌いな性分だが、主の性根が今のようでは一門の恥さらしになるだけだから、人手にはかけずわしが自ら手打ちにしてくれる。そう覚悟を決めて十分のたしなみを持つように心せよ。仰せの通り心がけましょう。まったく腹の立つ。助座行こう。はい。なるほどの。2000の兵を失い、お主はおめおめと逃げ帰ったか。我らに手落ちはありませぬ。徳川勢より思いもよらぬ待ち伏せを受け、挟む入り口にされ、それが徳川家康という男よ。この大化けだりや。おいだからといい気になりやがって。今から敵陣に切り込み、戦って堂々と死ね死ね死んでまいり。どうかストロークライで。兄さん、まだ負けたわけだよ。兄さん、うるさい。私は人を斬るのは嫌いじゃが、ウヌのような無分別なうつけを生かしておくわけにはいかぬ。覚悟いたせ。今ひとたびそれがしに兵を与えくだされば。どけ。ウヌはそれでも総大将のつもりか。配下の者どもを見殺しにし、
おめおめ一人戻りながらまだ兵をくれとは。わしの老いたるを鼻にかけ、その小賢しき物言い容赦はせぬ。秀次様は修都殿をお助けした一心でかような物言いをなさっておるのでございまする。兵を捨て一人戻られたのもむしろ小たる者の心がけ。そう打たれれば再起を図ることもなりませぬ。秀次様もお詫びなされませ。上様は秀次様を御跡取りとしておぼし召しゆえかように激しいお言葉で叱責なさるのでございまする。上様のお心しかと受け取られません。秀次様、お許しくださいませ。あのような腰抜けとは思わなんだわ。たかだか十七の小アッパではないか。それに総大将をやらせる方がどうかしておるわ。わしは秀次を大事に思うとるけ。跡取りにと上様よりいただいたお次はあの通りの病弱じゃ。いざという時には代わりをしてもらわねばならぬやもしれん。それゆえ人の頭にも立てたのよ。それがどうじゃ。敵を迎え撃つどころかさっさと逃げ出しよって。わしがの秀次に命あってのものだねじゃと教えたのじゃ。毒でもない戦で命を落として何になる。我らに味方下された立派な将を三人まで殺したのじゃぞ。これも皆秀次の責任じゃ。それで秀次は今どこに。秀次がの無事三河を襲うておればこのような戦とっくにケリがついておったわ。それを途中で攻めずとも素通りすればよい小次郎に関わりおって、それが聞いてあきるではないか。その城から打ちかけてきた鉄砲の弾が常置の馬に当たり、それに腹を立てて攻めずともよい城を攻めたというのじゃ。そこで手間を食うたゆえ家康に追いつかれたのよ。それは秀次が悪いのではあるまい。秀次は総大将の誰が何と言おうと三河へ着くのを寛容と心得ておれば止めるのは務めよ。それも分からぬようなたわけでは潔を死んだ方がマシじゃ。もうええ、ええ加減にせえ。言うてもせんないことを。たかが一つや二つの戦に敗れたとて天下が変わるわけでもあるんやが。この戦はのわしにとっては天下を分けるほどの大きな戦よ。家康は信長様とは盟友、世が世であれば上様の後を継いでもおかしくない人物じゃ。その男を相手にしてこの秀吉が敗れたとあってはの。家康に大きな顔をされ、わしは家康に一生頭が上がらぬようになるわ。どうでも家康には負けられんのよ。ならば秀次はどうなる。皆への見せしめもある。捨てるのが当然よの。時次郎。じゃが不憫でそれもできぬわ。小牧の陣に生かしてある。わしの顔に泥を塗るようなことは二度と許さぬぞ。姉様からもようたしなめることじゃ。このままでは秀次は見捨てるより他ないわ。このような話おかかの耳に入れられぬは身内の恥よ。で家康殿はどうしなさった。
秀次、怒らないで。何じゃその顔は。それでも秀吉の甥か。怒らないで。秀次。家康殿はすぐに兵をまとめ、戦場から去り、また小牧山の陣へ。畜生め。かような戦場の陣中に好きやと大阪から運んでまいったこの好きやを運んで、屋根壁とこ全て組み立て式なんだ。だからどこへでも運べる仕掛けだ。ああ工夫だなお入り。いえ、まあさあさあさあ、殿からお先に。お入り。ああさようで。こちらへ。いや、すみません。いや、ほら、ほら、この者は堺の商人で助座と申す者でござる。この度我が甥の孫七郎秀次を白山林の負け戦より救い出してきてくれた。その功を称してここへ連れてまいった。助座よ、主も堺衆ならお顔ぐらいは存じ上げておろう。堺の納屋衆のお一人だが、今は茶の勇者としての名の方が天下に通りがい、千の総益殿だ。助座と申します。お見知りおきくださいますよ。はて、おこととはすでに顔なじみのはずだが。ええ、それとも私の方が記憶違いをしているのかな。では10年前河内の山形のことを未だに覚えていてくださいましたんでございますか。覚えていますとも、まだそれほど朦朧はしていないつもりだ。これはご無礼つかまつりました。ああ、なんだ、初対面じゃなかったのかここはお城の中でございますよ。ほんでも私の座敷の前だで。匂いは風に乗り、どこへなりともふわ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 漂い、皆が顔をしかめ、御大将の母君が畑を作り、肥やしなどをまいてと。ああ、松様。松殿。ご無沙汰をいたしました。ええ匂いでしょうあんた荒子でよう電波田に出てたでしょう。はい、懐かしい匂いでございますふりみえあ、これ花摘んだらいかん花が多すぎて少しうるそうござります。せーの、命があるのみんな。掃除。その廊下の向こうに立ってな。人が来ても当然やない。わしは侍やのうて茶道やで変な茶人でございましょう。かぶいております。利家は宗次殿の弟子でございます。さようでございますか。はい、歌舞伎者同士で
去年の暮れに札竹でさゆりという事情が切られました。その事情は忍び屋層で、調べたところが織田信勝殿よりの誘い、調略の文を盗もうとしおったらしいんです。札竹ではその女子は成政の側室で、不義を働いたために処罰したと噂を流し、女子の幽霊が出ると騒がした。何のためにそんな手の込んだこと。それは秀吉を恐れたのでございますよ。やっと越中を安堵されたのに、織田信勝やその向こうの家康と糸がつながっていると思われましては。ふん、そうかね。殿はとっくにこの件はご存知で、札竹が信勝殿の調略に応ずるはずはないと、その件については知らんふりをしていたが、こたびの戦でさっさは家康側についたんやそうで。家康に？はい。一辺は兵を出す素振りを見せたが、結局越中からは出ず。それはいけませぬ。蔵之介殿はよほど秀吉がお嫌いなのでございますね。春様から何か文でも。殿はとてもご不況にございます。家康と組み、殿からもろた越中から一歩も兵を出さずにいるさっさなりまさ、見限られましたけれど、それではさっさと前田は照姫とまた若の祝言どころではない。その通りでございます。両家はいずれは戦にございましょう。殿はお二人にさっさのご内室様と手切れをなさるよう、しかとご決心せよとの仰せにございます。春様と手切れをせよとは、結納は春でしたが、戦が始まりのびのびになっておりまして。秀吉の言うことばっかり聞くことはにゃ、男の言う通りにしとったらろくなことは起こらん。男というのは結局はどっちが強いか弱いか、白黒をつけには気が済まんのだで。早う祝言してまうことだわ。祝言を早く。仲良うしてまうこと、親戚になってしまうこと。おねやあんたやはるさんは決して喧嘩をせんこと。戦は大嫌いじゃと女子がでっかい声で言わんとね。え？その頃、官兵衛は戦場から遠く離れた備中で、毛利との領地分割折衝の最中にあった。殿、尾張長久手においてお味方大敗にございます。官兵衛があれほど権上したに、なぜわしら抜きで戦などするか。池田恒興様ほかご重臣あまた大内陣とのことにございます。官兵衛、これより信勝を調略せよ。信勝を立ち枯れに枯れさせてしまえば家康も動けまい。はっ。サルメ、今頃どんな面をしておるか。
和成。豪に文でも書いてやれ。秀吉は叩き潰したとな。しかし戦はこれからかと。景気づけじゃ。参りましょう。さあ、俺俺俺。飲め飲め。承知つかまつりました。信雄殿はどうも危うい。危ういとは。こたびの戦目指すは一つ、猿の出過ぎた頭を叩いておくことにあるのじゃ。出過ぎた頭。それを忘れたら逆に猿の餌とされかねえな。これで相馬は手も足も出ますまい。足の森高より祝いの書状が参った。大宇の各大名は伊達を朝廷となし、兄弟の交わりを持つべく候とな。しおらしいではないか。改めてお祝いを申し上げます。藤次郎もようやった。戦の駆け引きを覚えての。がむしゃらな戦いぶりと聞いておりますが。母上、信長殿も我が気はがむしゃれでござった。命を落としたいのか藤次郎。いえ、信長殿にあやかり、ゆくゆくは天下を取る所存にございます。天下を。よう言うた。その志しかと肝に銘じておけ。はい。がむしゃらに戦をすれば天下が取れると思っているのかよ。私は若輩ゆえ時を急がねばなりませぬ。尾州小牧山にて睨み合うている徳川殿や羽柴殿に追いつかねばなりませぬ。藤次郎は。徳川と羽柴、どちらに勝ち目があると思う。さあ。徳川でのお手はなら。徳川は北条と結び、北条は我らと結んでおる。はい。天下を取るのもよいが、その前に和子を作られよ。メゴ殿、そなたが腰入れして何年になろうの。5年目でございます。老婆心かもしれぬが、田村殿も首を長うして待っておられよ。言うなおよし。藤次郎も戦に明け暮れて子作りの暇などなかった。真田正幸の次男坊がこの度祝言を挙げることになった。この機会に正幸を討つ。おことの名はその後も今井宗久殿の口の葉でしばしば耳にしていた。宗久殿にはおことを育てたことが自慢の種でね。それよそれよ、宗久よ。やわしもこの男を第二の今井宗久にしてやろうと大阪へ来いよ来いよと金屋太鼓で呼んでおるんだが、見向きもしてくれ。宗益殿からも誘うてやってくださり。大阪へはなぜ行きたくない。はい。堺を捨てて行く気にはなれません。主の頭の中には堺と留守しかないのか。終わりには飽きないできたのか。はい。ああ、それよそれよ、つい聞きそびれていた。主はなんで白山林なんぞへ出かけたんだ。はい。秀次様の中入り隊が野営をしていると伺いましたので。どこでそれ聞いた。はい、小畑城で。徳川方の城じゃないか。あ、はい。徳川の陣中におったのか。はい。なんで。小牧山城の修復の資材を運搬してまいりましたので。小牧山といや、お前わしら散々苦しめてる家康の本陣じゃないかね。そこへお前二度運んだっちゅうのか。その前家康とわしらが戦ってんのを承知の上でか。これは商いでございます。手前の商いには戦も主君もございません。むしゃ筑前殿。うん。お怒りがあれば堺をお怒りくださいませ。助座が申しましたことは堺の商法、
この者は誠に堺の子でございます。体の方はどうなの？体？私よくわからないんだけど、つわりとかまだそういうことはないの？どうなんだろう。もう目つけくらい？何よ。ちょっと待って。どうしてお腹の中に赤ちゃんがいるってわかったの？どういうこと？そんな気がしただけ。あんた嘘ついたってこと？嘘っていうか、これも一つの策ですね。え？だって源次郎様なかなかその気になってくれないから。誰にも言っちゃダメですよ。でもね、多分大丈夫だから。本日より父宗久に代わり不肖この兼久が名も宗君と改め今井の大元方を務める。ついてはなお一層の忠勤を励むよう。ああ挨拶は構わぬ。川遊びでヘトヘトじゃ。うん、秀吉様と大戦やいう時に川遊びですか。さすがは大田貫官でござりまするな。大田貫か。それは何じゃ。茶碗でござります。茶碗はまたある。なかなかの名物にござります。名物はいらん。飾っておくだけでその上壊したらと心配になる。家来たちも名物があるだけで余分な気を使う。秀吉様は大坂城に寝床や障子の桟まで金で出けた黄金の間を作りやそうで。バカではないのか。はあ、弱い民人から絞り上げた金でござろ。ああ、宗久殿。あは。宗益にこう申せ。家康は鷹狩りや川遊びにうつつを抜かしていたとな。はあ、そういえばよい。それで秀吉にはわかる。